それでは定刻となりましたので始めさせていただきます。本日は皆様大変お忙しい中、誠にありがとうございます。ただいまより大同特殊鋼株式会社エンジニアリング事業説明会を開催いたします。まず、本日の弊社出席者をご紹介させていただきます。常務執行役員、野口雄二でございます。おはようございます。取締役常務執行役員、岩田達でございます。岩田でございます。よろしくお願いします。執行役員経営企画部長、加納隆でございます。加納でございます。機械事業部長、松尾邦夫でございます。松尾でございます。本日よろしくお願いします。機械事業部鉄鋼設備部長、堀聡でございます。堀でございます。よろしくお願いいたします。それでは本日のエンジニアリング事業説明会に先立ちまして、経営企画部長加納よりご挨拶申し上げます。はい、本日はご多様の中、対面で、そして、ウェブ上にて、本説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日のテーマであります、大同特殊鋼グループのエンジニアリング事業は、グループの売上高の3%、約3%ぐらいの事業です。特殊鋼の事業の12分の1ぐらいの規模の事業セグメントなんですが、実は1912年の創業以来、特殊鋼の事業と一緒に、共に、ずっと続いてきた事業でありまして、特殊鋼メーカーが持つ創業技術を生かした、とてもユニークな設備技術、あるいはサービスを提供してきたという歴史もあります。現在、特殊鋼プロセスで用いられます電気炉、あるいは省エネ型の工業用熱処理炉では、国内で圧倒的なシェアを有しておりまして、カーボンニュートラル社会の実現に貢献するべく、新しい技術の開発にも取り組んでいます。電気炉製鋼業の特徴でありますサーキュラーエコノミー技術を、社会のさまざまな問題解決にも適用して、下水汚泥やゴミなどの資源化技術にとして社会実装する取り組みもしているという状況であります。現在はこういった背景の中、事業機会、拡大機会を捉えて、着実に補足するフェーズだというふうに考えておりまして、以上のような点を踏まえて、エンジニアリング事業の概要や今後の成長戦略について、一度しっかりご説明を差し上げたいという趣旨で、本説明会を開催させていただいております。皆様との十分な対話の時間にできればと考えております。私からの挨拶は以上です。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではですね、エンジニアリング事業につきまして、担当役員である野口よりご説明させていただきます。改めまして、大同特殊鋼常務の野口でございます。それではエンジニアリング弊社のエンジニアリング事業の DX 戦略についてということで、ご説明させていただきます。まず、当社のエンジニアリング事業の目指す姿ということで、2点確認しております。1つは、産業界のカーボンニュートラルに貢献することで、持続可能な社会の実現を目指すということ。またもう1つは、大同グループの GX 戦略を今後主導していくということでございます。このページはですね、当社エンジニアリング事業の紹介ということで、先ほど、計画部長加納からも説明がありましたが、数値的な整理でいきますと、22年度の売上5786億円のうちの、エンジニアリング事業が赤い円の部分、190億円ということでございます。この190億円は連結の売上でございまして、その中身がですね、下の表、大同特殊鋼機械事業部と、グループ会社3社で構成されております。この大同特殊鋼機械事業部は、
売上でいきますと、190億円の中の100億円、弱ということで、本日はこの機械事業部を中心に、説明させていただきたいと考えております。では、機械事業部、当社機械事業部の業務ということで、ご説明をします。当社はですね、これも先ほど計画部長から説明がありましたが、都市鋼製造会社としての創業技術、それと、設備技術の融合をすることができるということで、お客様から高い信頼のもと、いろんなお客様に使われているということで、その結果としてですね、下の、マップに書いて、整理しておりますけれども、電気の熱処理量で、高いシェアを持っているということです。ご紹介させていただきますと、左側電気炉でいきますと、現在までのところ241機の受注をいただいておりまして、国内では約3分の1のシェアを持っておりまして、トップシェアと考えております。また、鳥鍋製電炉、LF ですけども、これも累計73機で、国内の LF のトップシェア、3分の2を占有しているということでございます。右が熱処理ですけども、真空焼結炉は、納入が137機ございまして、国内の機動類、磁石向けのこれもトップシェア。また、雰囲気小丼のブランド名、ステシードですけども、これは、納入実績360機ということで、国内特殊鋼熱処理の部門でトップシェアということでございます。続きまして、当社のですね、製品、主な製品をご紹介させていただきます。まず、電気炉静電炉関係、主要顧客ですけども、電炉メーカー、コールメーカー各社に収めております。右側、写真がございますけども、左側は従来型電気炉に対し、大幅な省エネを実現した炉体旋回式電気炉、ブランド名スタークでございます。その上が、成分調整等を行う鳥鍋製電炉、エレフでございます。続いて、熱処理炉関係。これ、主要顧客はですね、鉄鋼メーカー以外、鉄鉄金属、自動車、機械部品等々、多様な業種のメーカーのにお使いいただいているということでございます。右側写真ですけども、特殊鋼の潜在製品等の熱生処理を行う雰囲気小丼のブランド名、ステーシード。右側はですね、自動車部品の新炭処理を行う、真空新炭のブランド名、メデュールサーモンでございます。続きまして、環境設備関係ですけども、環境設備関係の主要なお客様は、官庁あるいは地方自治体ということでございます。右側写真2つもしておりますけども、左上のものがですね、下水処理場の過程で発生する汚泥を炭化物に変える、設備でございます。右側はですね、ゴミ焼却場、右下はゴミ焼却場の焼却灰を、溶油リサイクルということでございます。では、これから本論ですけども、エンジニア、当社エンジニアリング業の2030年ビジョンということを改めて、整理しました。経験と実績、そして、技術集団としての創造力とひらめきで、低炭素社会と循環型社会の実現に貢献し、誰もが住みよい持続可能な社会づくりをリードするということでございます。事業目標、数値的な目標ですけども、22年の実績、売上ベースで一括すると96億円でしたけども、これを2030年度段階で約3倍の300億円まで引き上げる。利益率もですね、ROS で 10% を確保するということを目指していきたいと考えています。このために今後、カーボンニュートラル製品の強化、
あるいはサーキュラーエコノミー製品の強化を行いまして、当社21年4月に発表させていただいておりますライドカーボンニュートラルチャレンジの実現を今後主導していきたいということを考えています。これはですね、当社エンジニアリング部門が持つ主な製品をですね、カーボンニュートラルという切り口、またサーキュラーエコノミーという切り口でカテゴライズしたマップでございます。左側緑の8部分をの一番上の製品、省エネ型、今現在開発中の省エネ型大型電気炉で、この下、これも、まあ、今開発中でございますけれども、完全カーボンニュートラル熱処理炉、またその下ですね、プレミアム ST シードに代表される省エネ型の各種熱処理炉で、真ん中はですね、カーボンニュートラルとサーキュラーエコノミーが両面の側面を持つ製品でございますけれども、これも現在開発中の超高温下水汚泥タンク炉、その下、炉体旋回式電気炉、ブランド名スターク等を組み込んだ省エネ型の電気炉の組み合わせということでございます。右はサーキュラーエコノミー製品は下水汚泥タンク炉、あるいはゴミ焼却の廃油炉このカテゴリーに入るということでございます。次のページですね、この表の中の、赤い開発中の案件について、どのように今後進めていきたいかというのを、詳しく説明させていただきます。このページはですね、電気炉を今後どのように、開発し進化発展させていくかということでございます。現在ですね、現行の高炉法タイプCO2 排出を 75% 削減できる、まあ、電気炉が、まあ、現在ございますけれども、この電気炉をですね、今後、ステップ1として、真ん中、高炉向けの大型電気炉を2030年実用化に向け、現在開発に、取り組んでおります。開発のポイントは4点でございます。ハード面につきましては、大型化と保守性の両立、また大容量電源の実現、ソフト面につきましては多様な原料の効率溶解、溶鉱の品質確保という技術開発でございます。また2030年以降、この大型電気炉をさらに発展し、2030年以降でできるだけ早いタイミングでカーボンニュートラルが達成できる省エネ型大型電気炉のステップ2を目指していきたい。これの実現のための開発ポイントは2点でございます。1点目は、ハード面の省エネ技術を発展を用意させる。また2点目は操業の自動化、技術化を図るということでございます。ただし、この省エネ型大型電気炉を実現するためには前提条件として、CO2 フリーの電力、あるいは CO2 フリーの水素のエネルギー源の供給、これの供給が大変ということです。また、付属になりますけども、左下、従来型電気炉を発展させる形で、これはどちらかというと、現在、普通光電部さんを中心に、販売をして、販売に注力しておりますけども、省エネ型電気炉、まあ、組み合わせによって CO2 の削減が従来型に比べて5から13% 削減する、製品を持っておりまして、現在はこの製品をしっかりと皆様に、ご説明し、各販売にしてあげているという状況でございます。次のページはですね、この電気炉の市場についての定義でございます。まず一番上、鉄鋼業界全体ですけども、鉄鋼業界全体としてはですね、電気炉拡大に加えまして、直接還元鉄の利用拡大を今後図っていく。また、その先においては、水素還元高炉と CCUS でカーボンニュートラルを実現するというのが、まあ、全体の流れかなと、考えています。
そういった考え方に対して、国内鉄鋼各社ですね、CO2 を30から50% 削減するという目標を、各社出しております。こういった全体感に対して、国内航路、あるいは国内限度の、動向ですけども、まあ、国内航路、これは、まあ、航路メーカーさんのですね、ホームページ上で発表されている単語を整理したものですけども、全体として電気炉を導入し、どんどん拡大していくという発想がまず第一にあるということ。これに基づいて、2030年までにですね、航路各社さんは1機から3機の大型電気炉を導入したいというふうに考えているということでございます。また、国内電炉メーカー、これはまあ当然ね、電炉が入っているんですけども、老朽化している設備が多くありまして、現在いろんな形で出る省エネ補助金を活用し、更新して、まあ、省エネ性の優れたものに変えていきたいという状況がございます。こういった、環境を踏まえまして、当社の、受注目標といたしましては、普通光電度の市場拡大に対応するとともに、航路の電動化需要を取り込んで、2030年、年間この分野だけで150億円ぐらいのですね、売り上げを目指していきたいと考えております。続きまして、このページはですね、もう一つの製品、ネットリーの技術の発展でございます。SAC の、まあ、当社で一番、ブランド力があり販売の多い SA シードについての考え方でございますけれども、左下、現在ですね、従来型の SA シードに比べて、プレミアム SA シード第2世代ということで、CO2 削減が従来型に対して 11% 削減できるという新製品を、今年度23年から販売を開始しまして、各社からいろいろお話をいただいております。この、プレミアム、SA シード第2世代を今後、発展させまして、ステップ1、まあ、CO2 を 80% 削減する、プレミアム SA シード第3世代というのを2030年に実用化したいということで、現在技術開発を進めております。技術のポイントは2点。ハード面の水素燃焼技術とソフト面の操業の自動化でございます。また、このステップ1の熱処理量を最終的に2030年以降、CO2 100% 削減する、カーボンニュートラルエステシードを目指したい。これについては、技術としては、メカネーション技術の活用を進める必要があると認識しております。これもちょっと前提条件が進みますけど、CO2 フリーの燃料、CO2 フリーの水素が大事。また、こういったものをですね、今後、優れた炭化技術ということで、アテアン、中国、インドへ展開していきたいということでございます。続きまして、このエステシード関係の市場の定義でございます。この棒グラフはですね、各年代別の10年間の累計のエステシードの販売です。まあ、80年代で73というのは、80年から89年の10年間で73台出ましたというような表でございます。この表を見ていただきますと、00年代まではですね、日系の自動車市場の拡大に伴いまして、国内中心に SAC の市場が拡大してまいりました。その後ですね、2010年代に入りまして、00年代と数量は同じレベルなんですけども、日系の自動車メーカーさんのサプライチェーンの現地化が進んだのと、動機を取って、当社の販売もですね、海外にシフトしていくということです。今後、2020年代以降、こういった現地化ニーズに加えまして、カーボンニュートラルに対応した戦略が必要ということで、左側、拡散戦略の整理でございます。1点目は、海外成長市場の取り込みということで、プレミアム SA シードの新規を拡散していく。また、既存のお客様に対してはですね、
既存設備を改造して最新技術を取り込むというレトロフィットという発想で今販売を強化しておりまして、こういったことで熱収納の高機能化をどしどしどんどんと具体的な提案に結びつけていきたいということでございます。右下ですね、世界マップが書いてありますけど、これは参考ですけども、実はSK シードというのはライドグループの中でも非常に強いブランド力のある製品の一つでございまして、欧米、韓国はライセンス供与で、現地作ってもらっていますけども、そういったものを含めまして、現在世界14カ国地域で販売しているということの、製品であるということでございます。続きまして、炭化炉、サーキュラーエコノミー製品の炭化炉の進化についてご説明いたします。右上に、緑の枠の中にコメントがありますけれども、令和5年度の国土交通省の、下水道革新技術実証事業、通称 B ダッシュというんですけども、この事業に、本年4月、採択をされました。それを受けまして、今後3カ年の事業として、今年度、現在、気仙沼に、プラント、実証プラントを建設しております。そのプラントができたプラントをですね、24年、25年の2カ年かけて、いろんな稼働、あるいは評価を実施していくということでございます。この、炭化炉、超高温炭化炉と言いますけれども、テーマのキーワードは2つ。高付加価値化と低炭素技術ということでございます。簡単な絵で整理しておりますけれども、低炭素技術のポイントとしては、ここに書いてあるように、800度 C と1000度 C ということで、温度域が違う2つの炉をですね、その2つの炉を連続して、汚泥を通すことによって、連続処理するという、新しい技術。また、この新しい技術によって、右側、高付加価値化ですけれども、一つは、活性炭代替だということで、高価値化の活性炭代替化ができる。また、肥料、土壌改良剤の高品質外化のものができるということで、こういったのが、今後、しっかりと伸ばしていきたいと考えています。現在、市場規模はですね、全国の汚泥処理は1800箇所ございまして、この実証実験を、積極的に提案をしていきたいということでございます。続いて、現在ある設備導入の支援、国の補助金がいくつかあるという整理でございます。ここの上に表に書いてあるのはですね、5つあるんですけども、このうち4つはすでに大道の、設備導入するときに補助金が活用されているということ。またもう1点はですね、一番上にある省エネ支援の補助金。これは、設備認定、制度をもらいまして、認定された設備の導入の場合にも限って補助金が出るというものでございます。実はここに大道の特徴優位性がございまして、次のページ。実はこの省エネ補助金、先進国のシステムということで、現時点で、鉄鋼設備で6品目、燃焼設備で4品目の補助金の認定を受けてまして、これは鉄鋼業界を超えてですね、非常に認定率が高い、対象でございます。こういった優位性を今後しっかりと生かしていきたいと考えております。続きまして、製品ポートフォリオを、今後どのように変革していくかという、将来イメージですけれども、これは受注ベースで書いておりますけども、2022年の受注金額136億円をですね、30年断面では300億円に持っていきたいという、規模の拡大。もう一点はですね、
2年カーボンニュートラル製品 21% でしたけども、これを電気炉を主体として、拡大し、全体の比率 65% まで引き上げるというのがあって、もう一つ、C、これがサーキュラーエコノミー製品ですけども、サーキュラーエコノミー製品の中の、1アイテムとして、環境製品、先ほど説明した、下水汚泥を処理する超高温炭化物、これをしっかりと売り上げにつなげていきたいというふうに考えております。右側、エンジニアリングの単体の受注の推移でございますけど、これについてご参照ください。では、最後ですけども、ライドカーボンニュートラルチャレンジ、これはライド気候グループの指標ですけども、この対応について、説明いたします。下のグラフ、棒グラフはですね、CO2 のライド単体の排出量削減目標ということで、現在ですね、2030年、年間100万トンの CO2 の排出を、2030年は52万トン、約 50% 削減。今、これに向けて、全社でしっかりと取り組みを行っています。活動としては、省エネ改善として13%、再エネの電力を活用することに 37% ということで、これについて 50% の削減を図る。今後ですね、2030年以降、2050年にかけて、カーボンニュートラルに挑戦していくというのが、現時点でのライドグループの発表ですけれども、この2030年以降の、カーボンニュートラルに向けてですね、現在、今ご説明してさせていただいた、いろんな開発案件を、しっかりとものにしまして、この、カーボンニュートラルにエンジニアリングを残して、貢献していきたい。一つは、右側に整理しておりますけれども、スコープ1の対象として、大道の中の加熱炉の熱処理をスイートバーナーに展開していくということがあって、あともう一つは、電力。これは、電気炉の省エネ技術を展開いたしまして、これの、この点についてもしっかりと貢献していきたいということでございます。本日は、ご清聴誠にありがとうございました。私の方から以上でございます。本日は、ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。